はい、こんにちは。2週間ぶりになりますね。週間、IT 関連まとめをダラダラと喋るビデオ、編集なしで撮って出しでダラダラと喋るビデオということで、1ヶ月ぐらいやってたのかな。で、12月の20日ぐらいの回、本当はやろうと思ってたんですけど、すっかりやるのを忘れてて、やるのを忘れてたのに気づいたのが日曜日の夜で、その時はね、確か M1 グランプリを見てたんですよね。その時に気づいたんだけど、まあ、M1 グランプリやってるから終わったら10時過ぎちゃうし、あとネタもあんましなかったし、やんなくていいかっていう感じでやらなかったでしたね、先週は。で今週も大してネタがないから、じゃあ半月分のまとめでいいかみたいな感じで、やらないともう一生やらなくなっちゃいそうな感じがするんで、一応やりますよ。はい、ダラダラと編集しないですからね。で、その、やらない期間にですね、まあ、個人的に思う、IT 関連面白情報、こんなのがありましたということですね、今回は。じゃあ1個ずつやります。 Apple Watch なんですけれども、 WatchOS 7.2 で心肺機能レベルっていうのが追加されたらしくて、最大酸素摂取量の推定が可能になって、だとかなんたらなんたらということなんですけれども、日本では心電図機能自体は9月に認証を受けてるんで、 Apple Watch でのそういういろんなことができるようになるのは、まあもうすぐできると思うんですけど、まだ完璧じゃないということなんで、春ぐらいになったらなんとかなんのかな。なんなかったら Apple Watch 使ってる意味ねえから、僕が初代 Apple Watch を買ってから、初代から5、6年使ってたのかな。で、バッテリーが変になって、今使ってないんですけど、で、最新機種も、心電図機能みたいなやつが使えないし、毎日充電するのめんどくせえし、買ってないですけどね。こういう機能が追加されたら欲しくなると思ってる人も多いんではないでしょうか。もしくは早く欲しいなっていう人。はい、さあ次、Google がですね、12月の日本時間で15日かな、14日だったかな、よくわかりませんでした。はい、これね、僕の Google アシスタントがね、いつもこういうふうに言うんですよ。例えばね、OK Google、 3分タイマーつけて。すみません、よくわかりませんでした、壊れてるんですよ、僕のあの Google アシスタント。それと関係してるのか知らないけどね、認証システムがその壊れてたらしくて、ログインして使うサービスが全部使えなかったという、大障害がありましたと。30分ぐらいで回復したのかな。詳細はここに書いてあるんでね、読んでください。それで、ソフトバンクが新料金プランを発表してました。ドコモが発表したのに対抗したいですとかね、オンライン限定のプランとか、 Y モバイルとか新、ソフトバンクも新料金プランを将来提供する、春ぐらいまでに提供するみたいですね。で、AU はどうするんでしょうかっていう話。多分 AU も対抗するしかなくなりますね。はい。で、Apple Silicon、Apple M1 ネイティブ対応のソフトアプリがどんどん増えてきてて、Firefox が、出て、Office for Mac が出て、Parallels Desktop のプレビュー版が出て、Adobe Premiere Pro とオーディションのベータ版が出て、
アフターエフェクトも2021年中に対応するとか言ってるんで、そろそろもう主要なアプリが揃いつつありますね。 Apple M1 ネイティブ対応してるやつなんで、まああと何ヶ月かすれば、少なくとも来年の新商品ぐらいまでには、まあほぼ全部の主要ソフトが Apple M1 シリコン、 Apple シリコンに対応してる状況になってるんじゃないかなと思います。さあ、そういうわけで大体もう終わりね。まあ他に細かいことを言い出すといろいろあるんでしょうけども、今年はもうこれで終わりにしたいと思います。で、年末年始の予定はですね、今2020年12月27日なんで、28日の週からはもう ほぼ何もニュースがなくなるということで、1月1日が土曜日だったっけ、金曜日だったっけ、で4日ぐらいが月曜日だったっけ、4日からしばらくはほぼ何にもネタがないと思います。はい、なんですけれども、ネタがないけどネタが特にないですねっていうことを1月9日これ何曜日だ、これ月曜、日曜か土曜かどっちかな、ちょっとよくわかんねえな、この時にやると思います。そしてその次の週はですね、 CES2021 がありますんで、それに関連したネタが山ほどある予定になっていますと僕は思います。はい、でもうすでに CES 関連ではいろんな、ニュースがあるんですけれども、その辺は今はあんまし日本向けのはあんまりないからいいかなっていう気がしますけれどもね。なんでもしかしたら1月9日の分で CES 関連のネタが出てくるかもしれませんけれども、まあ、基本的にはその次の週10何日に、もしかしたらその前にも CES スペシャルでなんか喋るかもしれませんけどもね。というわけで、今のところあれだな、今年は1ヶ月ぐらいやったのかな、これをやったんだけど、もうちょっとフォーマットをちゃんとして綺麗にして、やりやすいようにしてやろうかなという気がしないでもないですね。なんで年末年始にそういったことをちゃんとできるように準備をするのはどうでしょうかと自分に言っておきたいと思います。それでは皆さんも、お元気で2021年年始を元気で過ごしていただければと思います。それではさようなら。ポチッとな。